さんはじめまして、マホルンです。今日から鉄道系 YouTuber デビューしちゃいます。今日は大阪駅から電車に乗ってお出かけするよ。マホルンは電車が大好きな女の子です。でも全然電車のことは詳しくないので、みんなコメントで教えてね。チャンネル登録もしてね。マホル何やってるの？マホルンって何？え、あ、秘密。何か怪しいね。闇がありそう。マホロって女子鉄マホロっていう名前で YouTube やってたはずなのに、いきなりメガネをかけて新人になりすましてる。これは鉄道系 YouTuber の闇がありそうだな。でもマホロのノウハウを聞き出せば、鉄道系 YouTuber をやってる人へのヒントになりそう。マホロからどんどん闇を聞き出そうっと。ねえねえマホロ、友達なんだから教えてよ。マホロ、新しい動画始めたの？メガネもかけて、もしかして別人として YouTube やるの？面白そう。そのマホルンの動画見せて。いいけど。女子鉄 YouTuber の闇暴いてやる。皆さんはじめまして、マホルンです。今日は大阪駅に来ています。マホルンは電車が大好きな女の子です。でも全然電車のことは詳しくないので、みんなコメントで教えてね。マホロって前から YouTuber やってたよね。だってマホロのキャラじゃ視聴者増えないもん。マホルンは視聴者が増えそうなキャラになりきるの。だいたいマホロは女の子って年じゃないでしょ。だって若い子って思われた方が人気出るでしょ。マホロって電車に詳しかったよね。詳しくないとか嘘やん。え、だって電車に詳しくない子の方が教えてあげたいって思うでしょ。そっちの方が人気出るんだよ。それにコメント増えたら再生数も伸びるし。もしかしてこの場所ってわざと？もちろん。大物 YouTuber さんと同じところで撮ると、そのファンの人が気づいてコメント書いてくれるでしょ。あんたあざとすぎ。もっと秘密知りたい。じゃあチャンネル登録して待っててね。あざと。でももっと知りたい。